さあ、皆さん、こんにちは。のっつおでございます。ということで、今回ですけど、こちらの作品やっていきたいと思います。ラーメン屋からの脱出ということで、こちらフリーゲームの脱出ゲームなんですけども、なんか古民家からの脱出を作られた方の作品なのかな？以前にそういう、脱出ゲームをやらせてもらったんですけども、その人が、作ってるやつだと思います。ということで、その、あれね、やっていきたいなというふうに思います。ましょう。お品書きとかね、書いてあるね。急にタイトル画面とかなく、普通にもうなんかゲーム入ってやるみたいな感じなんだね。なんだこれ、3番。何これ ?3 番って。な、勝手に動いちゃったんですよね。お品書きも別に見られるわけでもないと。はあ、ははあ、なんだこれ南京錠みたいな。ゴミ箱。6。この数字なんか意味ありそうだな。ポスターは別に見られるわけでもない。俺はあれか、なんだっけ、なんたらけん。あー、販売券、アルバイト募集、時給1300円、まかない付きって書いてある。ゼロって書いてある。いや、これよく見たらこれもゼロって書いてあるな。あれ、めちゃくちゃ、せめえけど。あ、そっか、南京錠開けてからの、あれがあるのか。はい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 、はい。何なんだろう、これ。白い部分しか押せねえな、これな。000って書いてある。うわ、この一体で、やれってことか。3。こっから見ると5に見えるけど。ゴミ箱。6。なんだこれ。この距離器取れんの？この南京錠関係ねえのかい。関係ねえんかい。まあ別に、あ、置いたぞ。いや、置いたのはいいけど、古民家からだとね、なんか猫が助けてくれたりしてたんだけど、わからねえ。ここの、いやー、4回押さないといけないみたいですね、これね。これ、まだわかんないな。00000036。あーと言われてもな。いや、その順番があんのやろ。え、なに。あ、鍵だ。南京錠の鍵来た。え、なんで？え、どういうことこれ？隙間ってこと？この辺をタッチしたら、隙間いけたわ。南京錠の鍵ゲットできたんだったら、まあ、やれること、あるよね、やっぱね。ここ。開けます。お、いける。お、ナイス。包丁。え、これタボって言うんだ。知らねえ。このなんか麺をすくうやつ、タボって言うんだ。あ、これ6だ。6で、3、なんか買って、適当に開いた。その赤が1って知らんかったけどな。361。まあ、2つ分かっとりゃ、すぐか。このアルバイト募集のあれに書いてあるのが、時給の1ってことかな。いや、わかんないよ。うん、いや、わかんねえわ。いや、わかんねえ。まあ、わかんねえけど、まあ、いいや。わかんねえけど、いいんです。あれ、いけない。あれ、あ、オッケー。ここでネギ切る。海苔ゲッチュ。オッケー。すごいネギだな。で、包丁で切る。タボで潰す。海苔を巻く。関係ねえ。お玉もゲッチュ。
この包丁ゲッ、あ、包丁ゲッチュー、オッケー。ゲッチューしたら、ネギ切る。ネギなんかすごい輪っかできる。まあ、輪切りにしてるからな。スープを入れる、麺を茹でる、ネギを切る、卵を茹でる、海苔を入れる。最後に海苔を入れる。あ、これ麺作らないといけないのか、まさかの。鍋。鍋にスープを入れる。あ、わかった。お玉ですくっ、お玉。ネギ入れる。海苔入れる。いや、こいつも回収できるのか。これ取っちゃいけなかったんじゃないか、これ。鍋取っちゃいけなかったんじゃないか。あ、これ何？ちょ待って、この裏のこれ。え、なんだこれ。ネギは切った。スープを入れるだからな。あ、水か。水を入れるなんちゅうのは書いてなかった。ってことはまたこれ、置けるんじゃない？これ、置けないな。置けるわけじゃないの。え、これ、すくう。あれ？あ、あ、来た。お玉、スープ入り。で、この中にぶち込む。絶対違う。あ、オッケーオッケーオッケー。スープ入れる。水だけだぜ。ネギ入れる。スープ入れる。麺を茹でる。いや、違うな。これ、麺はどこになるんだ、麺は。これ、麺どこだ？沸騰させないといけないじゃん。あ、そうだよね。もう麺が入ってるわけちゃうよな、もう、さすがに。どうまで待てないな。スープ。あ、だから、ここにスープか。ここに、スープ。はいはいはい。なんだこの黒いの。スープを入れる、麺は、ネギ麺、卵。ゴミ箱に入ってるわけないしな。卵どこ出しちゃいな、これ。麺入ってる？あ。なんか入ったな。麺入ってんのか、これ。まあ、麺はいいわ。卵ねえんだよね。卵に見えるわ、この電球が。これ、マジでわかんねえんだよ。いやー、なんか裏に書いてあるあれか。いや、じゃあ、こっちの、違う。こっちの、この裏のこれか？これだ。1、2、3。はぁはぁはぁ、2。いけるか、これ。違う。なんか、こういう感じっしょ。あ、違うのか。いやー、裏に書いてあるあれ、正しそうだけどな、1、2、3。まあ、白い部分だけちょっと見るか。5、3で15あるのかな。15あるのかどうかだけ確認しよう。まずそれをやれって話を。先にな。これ向こうに行くのが結構大変なんだよな。向こうに行くのが大変。あ、3515、ちゃんと15って書いてあるな。で、この黒くなってるところを押せばいいってことでしょ。で、下が味だから。はい。まあ、これは、そうでしょ。違うのか。順番みたいなのあんの？いや、違うか。こういう感じか？ん？卵くれー。
卵くれー、オラに卵をくれー。え、意味わからん。なんで同じとこ押したらさ正解なのこれ。意味がわからん。マジ適当なんだよねこれ。間違って同じとこに押しちゃったっていう。ゼロ？あ、ゼロの形にしろってことだったんこれ。なるほど、そういう意味のゼロだったのか。確かにさ、ここ黒く塗りつぶしたらさ、白いとこ見るとゼロに見えなくはないよね。そうだったの。じゃあ裏のあれ何だったんだ。裏のあれは別に関係なかったんか。まあそこはいいわ。麺ゲットできたんだったら、この麺をこの鍋に茹でる。茹でたてって書いてある。え、もう茹でたてなんだ。これをこっちだね。茹でる、ネギを切る、卵を茹でる、海苔を入れる。卵はどこにあるんだこれ。この中に卵入ってるわけないもん。卵のありかがわかんないんだよ。やっぱこいつは卵なんちゃうかっていう。この黄色いの。麺をぶち込むわ。だ、ネギも入れる。海苔も入れる。卵を先に入れないと話になんねえか。卵はどこにあんじゃこら。これも触れないんだわ。卵どこだ？どっかにあるのかな？卵、この細いところは特にないよ。何もないもんな。どこだろう？卵さんはどこにいらっしゃるの？この数字の6が卵かなとか思ったけどね。なんか丸みを帯びてるように見えなくもなくないこれ。これなんか、あるのか、ないのか。なんか卵来た。卵来たわ。何？この中に白い、見えなかっただけで同化してただけ？マジでなんかさっきからも適当に押してたら成功するみたいな、感じになっちゃってんだよね。あれ？なんでいけないんだ？卵茹でないといけないよね。あれ？もう茹でてあんのかこれ。もう茹で卵なんかこれ。まさか卵乗っけたらもう OK？いや、産んだわけねえよな。茹でないといけないよな。茹でないと、話になんねえんだ。茹でるっつっても、入れられるわけじゃねえんだよ。卵切るか。卵切る。卵どうしたらいいんだ。卵茹でる。茹でる。来た。あ、ゆで卵なっちゃった。はは、早すぎ。で、卵乗っけ、海苔乗っけ、完成。あ、食べて？なに、自分で作って自分で食べんの？格別だろうな。鍵が、なに、入り口の鍵。すーごい、なんだこの入り口の鍵。尖っちゃってるね。えぐいのゲットした。えぐいのゲットしたけど、あ、これ鍵穴？おー、脱出した。脱出成功。ナイス。はい、ということで、ラーメン屋からの脱出、成功しました。
いや、卵、わかんない。もしかしたら、なんか冷蔵庫なんか確かに真っ白ではなかった気がするもんな。同化してて見えなかっただけかもしれない。だから冷蔵庫なんか適当になんか連打でクリックしてたら、卵発見してみたいな。うん。そんな感じだったわ。はい。ラーメンね、自分で作ってね、自分ですすってね、鍵落ちてね、脱出成功。ということで、まあ無事脱出できてよかったなと思います。はい。まあ皆さんもね、ラーメン屋で、こう、閉じ込められたらラーメン作ってね、食べてね、脱出してみてください。はい、ということで、チャンネル登録と高評価お願いします。それじゃあ。